佐藤飛鳥のネクストトゥモロはい、第77回目を迎えましたネクストトゥモロー。北海道北見市出身、すぐ物をなくす天才佐藤飛鳥です。ということでね、北海道も寒くなってきましたよ。9月の今1日になりましたけどね。はい、もうね、ちょっと着々ともう秋に進んでいるなっていう印象ですけど、皆さんね、いかがお過ごしでしょうか。はい、まあ冒頭でもちょっと今言わせてもらいましたけど、すぐ物をなくす天才ということでね、皆さん結構物をなくしたりすることありますか？私は結構あります最近ね、自転車の鍵をなくしたんですよ。で、もう乗ろうかなと思って不意にポッケ見たらないんです。で、ポッケに入れるのもどうかと思いますけどね。なくって一生懸命探して見つけたのが、マンションの1階の玄関最悪と思ってね。まあね、ありました、あったからよかったですけどね。はいね、皆さん物をなくす人結構多いんじゃないかなと思うんですけど、どういう対策してますかね。私は最近すごい対策をしてて、まあでもなくすんですけど、例えば携帯電話、これどこに置いたか分かんなくなるんで、首からかける紐をつけてますなんで首から紐をかけてこうね、持ち歩いてるんですよ。で、家の鍵、そう、家の鍵もなくすんですけど、鈴つけてますね。これは私のお母さんもね、やってたんですけど、鈴の音を鳴らすことによってどこに鍵があるのかすぐわかるっていうね、鈴をつけておりますね。自転車の鍵ね、鈴つけれないんですよ。なぜかというと引きずるったり削ったりするからね、あんまねつけれないんですけど。そしてね、財布なくしやすいんですよね。で、財布はね、なくしてもいいように携帯に最近LINE PAY っていうのを入れましたね。で、どこでもこうなくなって忘れたりしても買い物できるようには、対策を取りましたけどね。なくしちゃうんだよね。例えば目立つさ、携帯電話とか赤いカバーとかつけてたりしたんですよね、前は。たらね、家具がこうね、赤が好きすぎて赤ばっかりになって次見つけられないとかね、なりましたけどね。はい、皆さんね、なんか物をなくしたりね、忘れたりする対策他にあればよかったら教えてください。よろしくお願いします。さあ、今週も、早速いきますか。こちらのコーナーからスタートです。アイブ楽曲リクエストコーナー、早速聞いてください。ももさんでベロシティオブサウンド。
今聴いてるもらってる曲はももさんでベロシティオブサウンドです。こちらの曲、作詞はことこさん、そして作編曲はですね、とある魔術シリーズや、ね、シャプガンの社内日暮らしの泣く頃にのオープニングを手掛けている中澤智之さんの曲です。はい、この曲ね大好きなんですけど、魅力紹介していきたいと思います。2つに分けていこうかな。はい、まず1つ目の魅力はドゥドゥン、曲、作詞ベストマッチしているところです。はい、ということでね、はい、何がベストマッチやねんっていう感じなんですけど、まずこのタイトルなんですよね。タイトルの意味は、音速っていう意味なんですけど、はい、A メロ B メロは特に、疾走感のあるトランスですね。チャ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 ーン、チャ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 ーンってね始まるんですけどね、A メロとかはね、疾走感のあるトランスから始まるんですけどね、ただね、こうサビのメロディーっていうのはこうゆったりめに聞こえるんですよね。でゆったりしてメロディーね、ゆったりしてて、ま、なんか優しいメロディーなんですよね。でこれを聞いた、ことこさんね、まずこう和を思わせるようなシンセサイザーのイントロが、ね、結構印象的だなと思ったんですね。ねえ、まあ、イントロでこうどういう妄想できますけど、皆さんどういう妄想しますか。ね、ここでね作詞をしたことこさんは多分このテンテンテテンって音を聞いて羽ばたいて飛んでるところを想像したのではないかなと思いますね。えこの歌詞、全体的にこう世界に絶望しつつも少しずつ立ち上がって飛び立つ、強い歌詞、ね、なんですけどね、このイントロから想像して書いたのではないかなと思いますね。羽ばたいてる、結局羽ばたいてる、じゃあ羽ばたくためにどういうねつながりで歌詞を書いていくのかっていうところからいったんじゃないかなと思うんですけどね。さっきもう例えばサビの、歌詞頭、とても印象的な歌詞ですね。人は誰も夢を求め、こんな世界とにょ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 戦士ですけどね、にゃ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 って言うなって感じですけど、はい、中澤さんのねこの優しいメロディーに、力強い、サビの歌詞ですよね。まあ力強いというか、まあね、みんな一緒だよ、みんな探してるよって、でも羽ばたくんだぞってい こう強い、優しくて強い意志が込められている、当てはめられていることこさん、本当にベストマッチな、組み合わせだなと思って、本当にすごいなと思いますね。私はねイントロからこう想像したんじゃないかなと思うんですよね。はい、それでは2つ目の魅力ですね。2つ目はドゥドゥン、ももさんの優しい歌声ということでね、はい、そしてねこのももさんの綺麗な、澄んだ、歌声ですね、この曲に合うんですよ。なんかね力強すぎるわけでもなく、スーって入ってきますよね、ももさんのこう歌い方。例えばさ、まあ、佐藤飛鳥がもしこの歌を歌うとしたら、例えばねサビのメロディー、人は誰も夢を求めってももさん歌ってますよ。でも、ね、私が多分歌ったね、人は誰も夢を求めとかさ、なんかね変なね操ってるじゃんね。それがないのが、まあこの優しさ、優しい歌声、そして優しい歌詞、そして優しいメロディーをね、こうなんだろう、ちゃんと尊重してる、歌い方なのではないかなと思いますね。スーって入ってくるのがいいですよ。で私のこのももさんの歌声の好きポイントがあって、サビの最後の、翼広げっていうところがあるんですよ。今光の翼広げのね、ローゲーをね裏声にするとこがね好きなんですよ。この裏声、一部をこう裏声にすることによって何が変わるかというと、切なく聞こえるんですよ。多分ね地声でもね、まあ高いからあれ出すけど、あれ出すけどあれですけど、翼広げ
っていくと力強くなるじゃないですか。でもここ翼広げっていくと切なくなるんですよね。はい、ぜひ皆さんもなんかカラオケとかで行った時にちょっと一部裏声にすると切なく聞こえるので、ぜひとも試してみてくださいということでね。はい、私のねベロシティオブサウンドの好きなポイントちょっとまとめてみました。魅力ですね。はい、ぜひとも、こういうところに注目して、ね、この曲を聴いてベロシティオブサウンドももさんのね、好きになってもらえると嬉しいなと思ってます。ぜひヘビロテしてください。以上、アイブ楽曲リクエストコーナーでした。アスカのテーマトーク、ドゥドゥン、思い出に残ってるゲームということでね。さあ皆さん、ゲームとか昔してたりとかね、まあ今もしてる人もたくさんいると思いますけど、ゲームとかしますか？私は、小学生の時にかなりしていたんですよね。プレイしてました。今日は思い出に残ってるゲームについて皆さんにお聞きいたしました。リプ、そしてたくさんのメールありがとうございます。ということでね、選ばれし、アストモネームたちを紹介したいと思います。アストモネーム、はい、こちら、北村葵さんからいただきました。はい、思い出とはちょっと外れるかもしれないんですが、特別なという意味合いではペルソナシリーズ3、4、5でしょうか。アイブがゲームをやったら、音楽が気になっただとしたら、音楽が気になって始めたらドハマりしてしまったという感じです。音楽もストーリーもとにかくいいのでおすすめなゲームです。曲は一貫して、目黒、読めない、目黒さんを中心とした、サウンドチームで構成されていて、ナンバリングごとの、音や空気感で音楽のジャンルが異なり、武道館横あり、国技館等でライブを行えるくらいに、音楽に力が入ってますので、気になったらぜひ、聞いてみてくださいということでね。ペルソナシリーズということでね、思い出残っているということでありがとうございます。実はね、ペルソナシリーズ私ね、やったことないけど音楽だけ好きなんですよ。はい、アニメはね、アニメ化されてるのが確か4と5かな、アニメ化してますよね。そして、私が好きなのはね、トリニティソウルっていうアニメだけのね、ペルソナシリーズがあって、はい、あんまペルソナのゲームが好きな人には愛されていない、そんなアニメがあったんですけど、それがめちゃくちゃ好きです。はい、それは音楽関係ないですけどね。はい、そうなんですね。本当に、曲自体がね、例えばジャズとか、R&B とか、本当にアニソン歌手じゃない、そういうさ、なんかクラシック系、クラシック系っていうんですか、なんか外国で活躍してそうな歌手の方々がそのゲームサウンドとして BGM とかで歌ってるんですよ。でほぼ英語かっこいいんですよね。うーん、すごいかっこいい音楽も、うストーリーもね面白いって言いますけど、いや、私の友達もね結構プレイしてますね。でその結構ね、武道館とか横割りでライブやってるのを私もね、こうちょっとねチラチラ耳にしたり目にしたりしておりますよね。そう、ペルソナシリーズはね本当に音楽がいいんですよ。はいはいね、音楽関係で、ペルソナのね、音楽を作ってる目黒昌司さんですね。失礼しました。こちらの方はですね、まあね、ギタリストとかでも活躍してる方なのかな。まあ、サウンドクリエイターの方ですね。はい。結構ね、いろんなゲームを作ってます。ペルソナだったりとか、まあ、新女神転生とかね、ペルソナ3ですかね、3中心に、以降かな、活動してるんですけどね。もうすごいんですよ音楽が。で BGM だけでも結構楽しめるような、そんな作品ですよね本当に。これを機にちょっと葵さんのこれを機にペルソナやってみようかな5やろうかな。私5の主人公の声優さん福山潤さんがとても大好きなんですよ。はいオタクか、オタクです。はい
ということで、ね、音楽が気になる人、音楽が好きな人、ぜひともペルソナシリーズおすすめですということで、ぜひ、皆さん一緒にちょっとやってみませんかということで、葵さんありがとうございますということでね、次の、アストムネーム高市さんいただきましてありがとうございます。思い出のゲームはスーパーロボット対戦 F と F 完結編です。難易度が高く戦闘シーンをすべて見るので時間がとてもかかります。その頃は学校から帰ってきたら仮眠し、夜は意識がなくなるまでプレイする生活でした。結果視力を悪くし裸眼人生を終了させてしまった思い出深いゲームですということでね、目悪くしたんだね。なんかさ昔ってまあ、学校ってさなんだろう、こう睡眠時間を削ってゲームしたりアニメ見るのが最高だったよね。ダメな学生だ、ダメな学生ですけど、私もねすごくゲームやってましたよ。視力ね、まあ、ゲームとかで結構悪くなっちゃったりとか、あと昔のゲームって明るさ調整とか全然効かなかったじゃないですか。確かゲームボーイアドバンス SP っていう任天堂さんのやつから多分明るさ調整できるようになったんですけど、アドバンスとかゲームボーイとか明るす暗いんですよね。なのでこうやっていたら目を悪くした人もかなり多いんじゃないかと思います。そして私もその一人でございます。はいね、スーパーロボット対戦も私結構ガンダムとかロボット系のアニメが大好きなんです。なのにスーパーロボット対戦通ってきてないんですよね。でもさ、なんかいろんなね、好きなガンダムシリーズとかね、ロボット系結構ね、そういうのがこう、スーパーロボット対戦っていうのはこう、なんだろう、アニメの種類関係なくいろんなキャラクターが出てくるんですよ。例えば、エヴァンゲリオンの方々が出てきたりとか、あと、なんだ、まあ、ガンダムだったり、マクロスかな、マクロスとか、そういうロボット系が一堂に集うっていうね、ロボットファンはすごく、ね、胸熱な、そしてキャラも交わったりするので、ね、胸熱なねゲームなんですよ。ねえ、だからさ、すごい、やねえ、これ思い出深いですよね。視力を失うっていうねおまけ付きで、もうね学生時代にねそういうなんだろうやったとかさ、こう見たとかっていうのってなかなか忘れないんですよね。私もさ高校生全然関係ないんですけど、高校2年生の夏ですよ、一番大切な時に光の子っていうジャンプでやってたアニメを見たんですよ。見てて、まあ、デスノートとかでおなじみの、絵を描いてるね方が光の子っていう漫画も作画を担当しててすごい見ててね、それを見てたらね受験に失敗するっていうね、はいただ光の碁はねめちゃくちゃ覚えてます。最高のアニメですね。はいね、まあ勉強してればいいと思います高市さんありがとうございます。これ面白くてさ読んじゃいましたはい、次行きましょう。アストモネームチョモランマさん、ゲーム話といえばテイルズオブデスティニーは思い出深いゲーム。発売日、発売してからは部活が終わってからすぐプレイで4日かけてクリアしました。オープニングの綺麗さは今でも通用するレベル。未経験の方はリメイク版も発売されてますのでぜひやってみてほしいです。我が家にあった大量のテイルズシリーズに興味を持った女の子とそのまま付き合った結果、気づけば結婚9年目、とかいうおまけのオチもありますということでね。うわーすごい、チョモランマさんなんかね結構リップもくれるんですけどね、ちゃんと落ち着けてくれるんですよね。もうねテイルズシリーズ私大好きですね。もうテイルズシリーズの思い出は計り知れないぐらいあるんですけど、私もこのテイルズオブデスティニーっていうゲームはよくやってましたね。このテイルズオブデスティニーっていうゲームのびっくりした印象がですね、超かわいいっていうか、美少年が出てくるんですよ。リオンくんっていう美少年が出てくるんですよね。で、大体、テイルズシリーズっていうのはメインキャラはいなくなったり死んだりしないっていうのが結構そこまで鉄則だったんですよ。で、これ第3作品目かな。ファンタジア、あ、ファン
タージア、デスティニー、次かな2作目かな、まあ歴代ね、そんな主人公たち死なないだろ、しかもイケメンで女子からめちゃくちゃ人気の高いキャラクターで、その頃とか今でも人気がある緑川光さんっていう声優さんがね、その声を当ててたんですよ。絶頂期ですよ。ガンダムウィングとかやって絶頂期の、緑川光さんが、出演していたこのテイルズ・オブ・デスティニー。ね、リオンくん、なんともう、これね、もう時効かと思うんですけど、リオンくん途中でね、消えちゃうんですよ。主人公を助けるために、自分が犠牲になるっていうね、シーンがあるんです。で、もう、リオンってなるんですよね。え、リオンマジでって言って最後まで出てこないんですよね。ねえ。で、もう、嘘でしょ。一番人気なキャラみたいになるんですよね。で、もうリオンくんはもうその後もすごく人気でですね、テイルズランキングとかになると絶対上位に食い込んでくる。3位とかにいるんですよね。3位とかに必ずいる。そんなリオンくんね、まあ、衝撃な作品です。はい。もうね、私もリメイクですね。リメイク、プレイステーション2かなで発売されたものをプレイして、衝撃が走ったっていう感じですね。こちら、デスニー2とかも出てるんですけど、デスニー2はなんとリオンくんがね、別の名前で復活するっていうね、ジューダスっていう少年で仮面をかぶって復活するっていうガンダム的な、シャアかなっていう感じで復活するんですけど、まあね、賛否両論で、なんであの綺麗な死に方って消え方したのに、なんで出てくるんやみたいな感じで言われてましたけど、私はね、リメイク、それこそ声優、主人公の声優が福山潤さんなのでね、とても大好きなんですけど、どんだけ福山潤さん好きなんだみたいな感じなんですけどね。はい、デスティニーシリーズは特にやりました。でも、テールズシリーズはね、本当に好きで、多分ね、めちゃくちゃオタクだったんですよ。で、めちゃイケって、全然関係ない。めちゃイケって土曜日のさ、夜の8時からやってたじゃないですか。めちゃめちゃイケてるですよ。ナインティナインがやってたね。その中間でね、ナムコの CM が入るんですよ。テイルズシリーズってナムコが作ってるゲームなんですけど、ナムコの CM が必ず入るんです。で、発売日付近の2週間前から絶対 CM 入るようになるんですけど、ね、だんだんこう尺がね、長くなってたり、15秒だったのが30秒 CM になったりするんですよね。その CM を、ね、入るタイミングを見計らって、ビデオの録画ボタンを押して全部の CM 録画してました。どっから始めたかな？確か、レジェンディアっていうシリーズ、2005年に出たシリーズから、確か2009年までそのことをやってましたね。ベスペリアっていう作品までずっと録画ボタンを押してましたね。はい。そのためだけにめちゃイケ見てました。で、その2週間前とかだと結構まだ発売日まで先じゃないですか。ただ結構番組の後半に、CM がやることがあるんですよ。でも発売してくるとだんだん早くなってって、発売中になってくると一発目、その番組中の一発目の CM でそのテイルズシリーズの CM が入るんですよ。それをね、ちゃんとタイミング見計らって録画ボタンを押すっていう。で、その録画で貯めたその CM たちを見るっていうのがね、すごく好きだったの。うん。で、友達に自慢しました。うん。今だとさ、YouTube とかでね、それが全部見れたりするでしょ？それはね、先駆けてやってました、私は。はい。何の話やみたいな。ね、テイルズはね、本当に無限大にね、お話ができちゃうんですよ、私。もうね、それぐらいオタクだった。あとね、いっぱい出てくる。テイルズシリーズのキャッチコピーってあるんですよ。それをね、1998年かな、ファンタジア出たのって。あ、もっと前か、1995年ぐらいかな、ファンタジア出たのって。ファンタジア出た、1990何年から、2006年の作品までの、なんだそれを言えるようになってました。言える、例えば君と響き合う RPG とか運命がなんたらこんたらとかね、キャッチコピーをね全部言えたんですよ、当時は。あと身長体重とかね、気持ち悪い。もうね、深い。もうこの話したら30分終わっちゃうわ。チョモラマさん、ありがとうございます。さあ、最後の、ね、はい、メール読みます。アストムネーム、コントロールマウンテンさんからいただきました。思い出に残ってるゲームは、ポケットモンスター、パールです。高校の時にお小遣い、購入した
DSI であったこのゲームは別格でした。くしくも、このゲームの舞台である新大地方はアイブサウンドの本拠地北海道がモデル、悪の組織銀河団のアイブ感が半端ない、ということでね、このゲームが出たのは、小学生の時ですが、ゲームを本格的に始めたのは、高校生の時、発売当時にやれなかったので初めてポケモンに触れた時は衝撃的でした、ということでね、念願のポケモンだったんだね。小学生の時に出たけどやったのは高校生だった。ポケモンってさ、みんなね多分どっかしらで経験したことあるんじゃないかなっていうポケモンなんですけど、私がね初めてやったのはルビーサファイアでしたね。ポケモンね、パールは中学生の時かな、発売してたのね。パールはね、実は私はプレイはしてないんですけど、当時はルビーサファイアでしたね。みんなが、親戚のお姉ちゃんがやってて、それハマって、なんだろう、初めてやったポケモンって衝撃ですよね。なんかどこ、草むら行ってもさ、新しいものに出会えるっていうのが結構衝撃で、何このポケモン可愛い、捕まえようってなるじゃないですか。だからね、すごい、ワクワクでしたよね、会った時。今だとさ、こう見たら、なんか、ああ、わかるわかる、ああ、わかる、ああ、懐かしい、はいはいって感じだけど、ね、当時はね、革命的でした。で、私が小学生の低学年の時にポケモンを始まって、この前の前のメールでもありました、視力を失ったってありますけど、私はルビーサファイアで、裸眼生活を失いましたね。懐かしい。エメラルドまでやったのかな？うん、当時は。ゲームはアドバンスの時代ですよね。DSI って何？ DSI ってあった？そんなの。すごいな。DSI って知らないな、私。あれか、ピンクとかのやつか。わかんない。そっか。ねえ、いいですよ、ポケモンは。で、私ね、ポケモンでも思い出があって、専門学校の時だから十何歳かな、の時にね、XY っていうのがすごい学校で流行っててですね、私も XY、ポケモン XY っていうのをやったんですよ。たらね、その時ハマってしまってですね、個体値ってポケモンであるじゃない、あるんですよ。例えば、移動が速いとかね、攻撃力とかね、魔法の能力が高いとかね、そういうのが 6V ってなって6個の能力があって、最強なのが 6V っていうね、その個体値のこうレベルみたいなのがあるんですけど、説明しにくい、あってね、その V をその極めるのにハマってまして、3DS にのコントローラーにさ10円挟んで、自転車でこうぐるぐるして卵を孵化させてましたね。はい、これ分かる人はめっちゃ分かると思うんですよね。ファイアローを先頭にして、ぐるぐるすることによって孵化が早くなって、卵をポンポン打って産んでもらって、それで部位をこう選別するっていうね、夢特性とか選別するっていうのにすごくハマってましたね。はい、オタクです。いやね、もっと深いともっと深いですからね。はい、そういうのをやってましたね。私の、好きな、パーティーはですね、小学生の時はバシャーモとムーマと、そしてジュゴンが大好きでしたね。パーティーに絶対いました。でも今だとクチートとか、あとはね、クチート、あとあれ、バンギラスと、XY の時代だからね、あれ、忘れちゃった。あれ、忘れちゃった。あとね、あと嫌いなポケモンファイアロー、バシャーモンも使ってます。ファイアローが嫌いでした。あ、はい、分かる人には分かるし、分からない人には分からない、そんな思い出ということで、皆さんね、ゲームってやっぱりアイブもゲームの曲じゃないですか。ゲームの曲からね、エロ、ね、ちょっとね、エチチなね、ゲームから入ってアイブのね、曲が好きになった人ってたくさんいるなと思って、思い出のゲームってどうだろうと思ったら、結構ね、いっぱいリプとかメールを本当にいただいたんです。で、例えばカノン
ているねゲームの思い出とかね、先週もね、先々週かな流したかな、カノンの先週だ、先週流したかな、先々週、うん、のね曲とか流してましたけど、カノンの思い出とかとか FF とかもね、なんか思い出、あ、ピコピコってきましたね。はい、いろいろねもらいましたけど、本当にねもうこうやって話してたらさ20分経ってんじゃん、やばいやばい、語りすぎました、すいませんでした。はい、次のコーナー行きましょう。佐藤飛鳥オンエア楽曲、今週はリーバーローン聴いてください。リーバーローンです。ね、ツイッターの方でですね、佐藤飛鳥は低音の方がいいんじゃないかなって書かれていましたが、皆様いかがでしょうか。こういう佐藤飛鳥もいいんじゃないかなと思います。この曲の歌詞を書いた時はね、今でも忘れないです。年始だったんですよね。で、新年会の時で、もう結構アルバムの作成でギリギリになっててやばいやばいと思ってたんですけど、まあ新年会の時に終わった後に曲が来るってなって、二次会に行かないでカフェでそのまま歌詞を書いた、そんな曲です。はい、ね、音楽をやめようかなって思った時とかの気持ちをこう歌詞に留めて書いた曲です。はい、皆さんよかったら聴いてください。そしてね、はい、サガプラネッツ様から発売されているパソコンゲームエンディングテーマ不完全郵送を歌わせてもらいました。駆け抜け青春スパーキング発売中です。皆さんもお手に取ってくれた人結構いるのかなと思いますか。そしてね、エンディングをもう見てる人もいるんですよね。聞いてもらったかな、感想とかお待ちしておりますよ。ありがとうございます。ここまで聞いてくれてありがとうございます。明日、土曜日20時からは DJ ナミさんによる皆様一緒に踊り語りましょうありますので、お楽しみに。さあ、今週の明日につながるキーワードは1位先進ということで、一位先進ということでね、他のことに心を動かされることなく、ただ一つのことを心を集中させて行うことということでね、はい、本当にこれ大切です。私もすぐねサボっちゃうんですよ。でもね、ちゃんと本当に何が大切なのかを考えて、日々日々、ね、集中していきましょうということでね。さあ、今週も最後まで聞いてくれてありがとうございます。つい語りすぎてしまいました。はいね、時間はきっちり守って生きていきましょうということでね。それでは音楽、良い音楽とともに See you next tomorrow。 佐藤飛鳥でした。バイバイ。